あー、お腹すいたなー。めちゃくちゃお腹すいちゃったなー。なんか冷蔵庫に食材とか入ってなかったっけ。よいしょ。うわー、めっちゃ入ってる。めっちゃ入ってるけど、これ全部おかんの食べ物って言ってたよな、これ。これ勝手に食べたら怒られるだろうな。いや、こんなにあるから一個ぐらい食べてもいいと思うんだけどな。でもバレたら怒られるだろうな。でも今おかん寝てるし、こっそり一個ぐらい食っても、こんなに量あるからバレないでしょ。あ、なんかリンゴかな、これ。なんかリンゴみたいになるな。これ食べたいな。ちょっとこれ食べようかな。いやーし、冷蔵庫から勝手にリンゴを盗んできたぞ。これを食べちゃいまーす。むしゃ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 。あー、おいしい。おいしすぎる。黙ってこっそり食うリンゴ、おいしいな。なるほどね、赤坂くん。私のリンゴを黙って勝手に食べたというのね、赤坂くん。おかん、待て待て待て、こんなに冷蔵庫いっぱいあるんだから一つぐらい食ってもいいじゃん。あー、なるほどね。リンゴ一個ぐらいいいじゃん。赤坂くん、そのリンゴは高級なリンゴなのよ。いや、高級なのはお前の口に合わないから俺が食べてあげたんだよ。一言、余計でしょー。ほら、ほらー。ダメだって。おー、ほほほほほー。いって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 。何すんだよ、お前、ほんとに。あー、仕方ないじゃん。ん？マジで、なんだよ。ネザライトのわけで、ね、俺のこと殺すなよ。え？あ？あ？なんだよ、お前、黙れ。いてえ？え？赤坂？なんか、違和感ない？体に。体に違和感？いやいや、ないよ、別に。え、ちょっと、赤坂、自分の姿を見てみなさい、一回。顔を見てみなさい、鏡で。いやー、鏡だって、いつものイケメンが映ってるだけだけど。いや、それはないわ、一回見なさいじゃん。ほら、ほうほう、明らかにおかしいじゃないの。いやいや、たまたまじゃね？たまたまって、こんな白くならないでしょ、普通。いや、たまたまじゃね？いやいや、だって私とか、ほら、肌の色こんな感じじゃない。もうお化けみたいになってるけど。普通じゃね？いつもと変わんなくね？普通！変わんないじゃん。何がおかしいの？あれ？あー、じゃあ私の目がおかしいのかしらね。あー、そう。あー、私がおかしいのかもしれないわ。お前がおかしい。俺普通でしょ、いつもと。怖いわ、私がおかしいのね、わかったわ。あー、じゃあもうなかったことにしましょう、これは。なかったことっていうか、うん、まあそうだな。でも私の顔はいつもみたいに可愛くてスーパーグルー。いや、でも赤坂くん、やっぱりおかしいわ、この。なんかおかしいわ、赤坂。気味が悪いわ、気色悪いわ。気味が悪い、気色悪い。お前言い過ぎだろ、さすがに。いやいや、だってなんかお化けみたいで気色悪くて、気味が悪くて、ねえ。言い過ぎだ、お前。ああ、ごめん。失礼だろうが。ごめん。はあ、本当に失礼なやつだな。これはどこか気味が悪くて気色悪いで、普通の俺じゃねえかよ。いや、本当に何言ってんだ。あ？ほんとだわよ。あん？あ？ん？なに？なんか、お前、変じゃね？変ってなによ！変って！なんでもありません、なんでもありません！おい！いや、なんか化け物みたいな肌になっててさ。だ！じゃ、殺されたいのかしら、また。いやいや、違います、違います、殺されたくないです、殺されたくないです。殺されたいのかしら、こら！いや、殺されたいなんて言ってないでしょ！ああ、わかった。じゃあ、謝ってくれればね、許してあげるわ。化け物さん、すいませんでした。こーらー。ああ、じゃあ、こーらー。なんてことしてくれるんだ、お前。いやいや、赤坂くんが悪いわ、これは。もう私はアイスを食べるからね、今から。なんか、お前、後ろ姿、ハゲに見えるんだけど、めっちゃ。赤坂、誰がハ？怒んないの？おかしら、だ、誰よ、だ、やー、なに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 、やめて、近寄らないで、いや、やめて、近寄らないで、やめて、近寄らないでって失礼だな、お前は、やめてちょうだい、本当にダメなのよ、怖いわ、もう、さっき鏡見ても普通だっただろ、俺の顔は、普通じゃないわ、赤坂くん、見てちょうだい、なんか怖いわ。俺体白くなってるし、体もなんかちょっと徐々に浮き始めてるし。あ、浮いてるわ。目もなんかめちゃくちゃ黒くなってるし、明らかにおかしくなってね。おい、お前言えよ。いやいや、言ったじゃないの、だから怖いって。え、待って、しかも私もなんか白くなってない？え、まさしさん、俺ら今死んでるじゃん、何回も。どんどん死ぬために白くなって幽霊になってってるとかないよね？確かにあり得る。私は1回死んでこれになって、赤坂は2回死んでこれになっている。あっ！でもおかん、あんまり普段と変わらんぞ。
あ、どういうことよ、こんなんじゃないでしょ、私はもっと可愛いでしょ、いつも。多分そういうことは死ぬために幽霊になってどんどん死が近づいてきてんだ。あーなるほど、死が近づいてこんな白くなっちゃってきてるのね、怖いわ。幽霊が怖い人はチャンネル登録と高評価お願いします。あなたの顔の方が怖いわ。とりあえずじゃあこれから死なないように気をつけよう。そうね、これから二人で仲良くしていきましょう。え、あ、でもさ、昨日さ俺ら洞窟探索にてダイヤモンド集める日とか言ってなかったっけ。あ、そうだったわ、ダイヤモンド集めないと今後の生活が厳しくなるんだったわ。やばいな、食費とかなくなってくるから洞窟探索でダイヤ集めて来ないといけないぞ。でも赤坂洞窟探索なんて言ったら敵に殺されちゃったりして死んじゃう確率が上がっちゃうわ。何言ってんのお前。え、殺されなきゃいいだけでしょ。あ、確かに確かに、私のマイクラ技術にかかれば全然そんな敵に殺されるなんてありえない話なのよね。だからお互い守りながら洞窟探索をすればいいだけだ。よし、じゃあこのネザライトの剣でぶった切ってやるぜ。おおお、あ、間違えた間違えた間違えた、こらこら、ダメ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 、本当にダメ。あ、ダメだった、ダメだダメだ、必要じゃない時はね撃っちゃダメだからね。よし、じゃあ洞窟探索行くぞ。あ、危ない、落ちそうになったわ今。いや赤坂君、私落ちるとこだったここに今。いや危なかったな、うん、ここ。あー、おーいバカー、危ねえ、死ぬとこだったね。バカ、死ぬとこだったんじゃないよ、一言みたいな言い方しやがってお前。じゃあ俺はおい、先に言っとくわ。あー、ちょっと強力じゃなかったの。うわっ、鈴木さん、なんか、え、待って、おか、え、やばい、なんかいつもさ近所に鈴木さんっているじゃん。いるわね。なんか鈴木さんが俺のこと追いかけてくんだけど。え、何が起きてんのよ。なんか俺がさ幽霊になったことによって敵対されてんじゃない、もしかして。あ、この幽霊ってまさか敵対もされちゃうのかしら。そういうことだ、だって鈴木さんいつも俺のことを攻撃するような人じゃないよ。確かに、なんか幽霊になった瞬間にいきなり多分敵だと思い込んじゃってるわ俺のこと。なるほど、恐ろしいわ。え、鈴木さん危ないよ、鈴木さん危ないよ。あ、止まるんだちゃんと鈴木さん。こっちまでおいで、お尻ペンペン、鈴木さんお尻ペンペンなのよ。えい、おおおおおお、ちょっとここを渡っていけ、ここ渡って食べて、この細い通路。え、ちょっとごめんなさい鈴木さん、すいません。鈴木さんを置いてっていくぞ。そうね、置いていきましょう、こんな怖い人。よしよしよし、ほら見て、あそこにあるよ、スポナーじゃないの。いや嬉しいな、よしよし、じゃあ行くぞ。でも絶対気をつけろよ。気をつけなさいよ赤坂も。うん、本当に気をつけろよお前。よいしょ、ここ慎重に行けよ、ここマグマだからな。お前先に行ってくんな、お前。あ、いいわよ。うわっ、くっさ、あ、くっさ、ごめんごめん赤坂、申し訳ない。あ、気にしないで、そらほら行くわよ。おならの臭さで死んじゃうだろうが。ごめんごめんごめん、ほら本当にやめろよこの野郎。あー痛い痛い、赤いよ、ダイヤ、ほんとはダイヤだ、ダイヤだわ赤坂君。いや嬉しすぎておもらししちゃいそうだわ。やめて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 、おならさっきしたばっかなんだからやめて。おもらししちゃいそうだわ赤坂君。やめろ、ほんとおもらしするんだ、おもらししそうだったら殺すぞ。え、ほんとにおもらししそうだろうか。もらしそうだわ、やばい、もらしちゃうもらしちゃう、やめろ、やめろ、おしっこ、あー痛い痛い、おしっこが。いや洞窟探索中におしっこしだしたからちょっと焦ってマグマに突き落としちゃった。はぁ、あ、怖かったわ。ん、あいつ死んだってことはやばいんじゃね。おい赤坂、どこだ赤坂、本当になんてことをしてくれんのよあんたは。私が、ん、私どうなってる、ちょっと待って、あれお前ってさ、え、さっきまで口開けてたっけ。口開けてないわよ。え、なんかお前むっちゃ口開いてるし、あれさっきまでピンクのサングラスじゃなかったっけ。あれ、え、ピンクじゃない、なんかお前黒くずになってるぞサングラスが。どうしましょう、どうしましょう、私これじゃ外に行けないわ。いやお化けになっちゃったのかしら、私も嫌だわ。まずいぞこれ、どうしましょう、どうなっちゃうのかしら私たち。お、やばい、てか待って、ここにゾンビもいるぞお前。ゾンビ、うわお前絶対気をつけろ、気をつけろお前、気をつけるわ赤坂君。これお互い倒す、もう2回死んじゃってる状況だよね。そうね、今2回死んでるわ。何回死ぬならやばいのか分かんないけど、そうだ、ね、なるべく死なないようにしないと。もうすぐにもしかしたら本当に幽霊じゃなくて死亡になっちゃうかもしんないから。あー怖いわ。あー、とりあえずちょっと探索しようか。いいもの、あ、金のインゴットがあるわ、これは私がいただくのよ。あー、ちょっと早いって盗むの。とりあえずもう怖いから帰ろう。
もう帰りましょう。ダイヤだけは、ダイヤだけ欲しい。ダイヤだけ取っても帰りましょう、今日は。これでなんとか、でも収穫ができたよ。これで食生活は大丈夫。食費。よかったわ。なんとかね、免れてね、私は嬉しいわ。危ない。よかった、ここに水があって。危なかったわ。もうほんと、何やってんの、お前。命が欲しくねえのか。いや、欲しいわ、命が。欲しくねえなら俺が倒すよ。あ、やめてー。いやー、もうすっかり日も暮れちゃったわねー。いやー、日暮れたなー。じゃあ、そろそろ寝ましょうか。あー、ね、寝ますか。じゃあ、おやすみなさーい。今日もいろいろあったわねー、ほんと。でも寝つけないわねー。心配だわねー。このまま私たちどうなっちゃうのかしらね。私の方が死ぬ確率多いしな。どうなるか気になるから先に赤坂のこと殺しとくか。もしね、次死んだらね、どうなるか気になるし、ちょっと先に赤坂のことを殺しておきましょう。いいかな、殺しちゃって。うおー、あらる、ごめんよー。あいつやりやがったな、マジで。なんか、すり抜けるんやけど。今か、貫通しなかった、あんた。おかん。俺、顔変わっちゃったもしかして、また。いや、うわ、気持ち悪い。これなんか、ふわふわしてるんだけど、なんか、どんどん。なんか、浮いてるわよ、あんた。あれ、なんか俺、やば、来てないこれ。来てるわ、もう。やばいとこまで来てるわ、赤坂。だって俺、貫通するんだけど、普通に。いや、よかったわ、赤坂で実験ができて、こうなっちゃうのね、次死んだら。実験ってなんだ？あ、いや。あ、いや、何も、その、あ、いや、赤坂くん。いや、決してね、赤坂くん、次死んだらどうなるか怖くて赤坂へ試したとか、そういうわけじゃないからね。ああ、まあいいや。こう、鏡見てみるか。あ？なんだこれ！なんだこれ！もう原型ねえじゃん！やばい！いや、モンスターになってきてる！モンスターになってきてる！まずい！おか、よくもやりがあったな、おか。あ、ちょっと！やめて、やめて、うん、やめて、お前のことを殺してやる。ふざけんな、ふざけんな。ああ、やってしまった。俺も岡のことを殺してしまった。いや、自業自得だよな。そんなビビらないでよ。ビビるだろうが、さすがに。てか、声もガサガサになってきてね、なんか。ねえ、どうしよう、なんか浮いちゃうし、ガツできろ。でも一応、ま、こう立つこともできるよね、ギリギリまだ。でもさ、これさ、もうなんか直感なんだけど、次消える気がするんだよね、死んだら。これ多分次死んだら、そうそう、俺ら終わりだね。もう死んじゃダメだよ。いや、ここまで来たら、もうなんかスリルを味わうために水バキズチャレンジとかしようよ。赤坂くん、ふざけるんじゃないわよ。あれ、もういよいよお互いのこと殴れなくなってるぞ。貫通してる。空腹ゲージもハートマークも消えてる。どうしましょう、どうしましょう。おかしくなっちゃった、体が。え、ってことはこれ、水バケツチャレンジとか関係ないんじゃねえの。関係ないね。どうなのこれ。これ死ぬのかな。わかんないね。これ高いとこ落ちたら死なないんじゃない普通に。あ、確かに。あ、じゃあ俺怖いからお母さん先に実験してよ。絶対大丈夫だよこれ。ちょっとやってみるね。うん、やってみて。せーの、おー、死ぬんだ。体力ゲージがなくても普通に死ぬんだ。おかん、あれ、おかん次はどんな姿になってんの。あれ、おかんいつもここでスポーンしてくるよね。あれ、おかん、あれ、待って、上の場所にオカンの顔がないんだけど。ってことは、あいつ幽霊とかじゃなくて普通に死んじゃったってことなのかな。あー